中日ドラゴンズ立浪監督がドラフト指名を決めて獲得した4人の選手の現在地について見ていきたいと思います。まず1人目、ブライト健太選手ですけれども、知名度がもともと大学時代そんなに高くなかったんですけれども、まともにプレーしたのは4年の春だけと、そういった中でドラフト1位指名ということになりました。立浪監督が監督に就任する直前ですね、ここでサンドラにてドラフト1位候補の選手としてブライト健太選手の名前を挙げて驚きの声が上がっていました。日本ハムに入団した立選手であったり、あとは西武の隅田投手であったり、あとは DeNA の小園投手であったり、こういったピッチャーが1位指名候補という中でですね、立浪監督がこのブライト健太選手の名前を挙げていました。その理由としては中日は打線の強化が必要というところに加えて外野手の若返りが必要ということで、このブライト健太選手を指名した方がいいんじゃないかと。そしてバッティングの技術的な面で言うとタイミングの取り方がうまくて、これは鍛えればいい選手になるんじゃないか、即戦力かどうかはわからないけれども結果的にはいい選手になるんじゃないかと、そういったコメントがありました。立浪監督の就任前なので、直接的にドラフトに関わったかどうかっていうところは、定かではないにしても、立浪監督がこれだけ、1位指名した方がいいんじゃないかと、知名度が低いブライト健太選手を公言して、そして実際に1位指名になったということを考えると、ある程度話がついていた可能性は高いんじゃないかなというふうに見ています。昨シーズンは2軍で大きく成績を上げて、そして1軍でもスタメン出場時は打率3割前後、それぐらいの成績を記録しました。もちろん課題はある中で今年はレフトのレギュラー取り期待されたんですけれども、かなり苦しんでいる状況です。ここまで2軍では37試合の出場で2割5分8厘ホームランが1本、 OPS が696と昨年から2軍成績大きく下げてしまっています。外野のレギュラー取りの絶好のチャンスが巡ってきているということで、このブライト健太選手ここから上げてきてほしいなというふうに期待していきたいと思います。では続いて指名予定選手を変えてまで指名した選手、こちらも見ていきましょう。もともと指名予定だった友杉選手から予定を変えて村松選手に変更したという流れがありました。もともとはですね、ロッテに入団したこの天理大の友杉選手を指名予定だったけれども、立浪監督が実際にこの村松選手を視察しに行って、村松選手のスイングを高く評価しました。体の正面で触れる、引きつけて、しっかりとボールを振ることができると、こういったスイング、レベルスイングっていうのを高く評価しました。そしてドラフト2位とかなり高い順位の指名となりまして、立浪監督の意向がものすごく強く反映された指名だったなという印象ですね。1年目はセカンドで主に起用されて、かなり高い守備使用を記録した一方で、守備率にちょっと課題があったりとか、打撃面では OPS0.5 割ってしまったりだとか、バッティングは相当苦しみました。一方友杉選手、現在はショートのレギュラー格の選手で3割近い数値を記録しています。そして1年目も友杉選手、まずまずの結果を残して1年目は村松選手よりも活躍したというような感じで、村松選手じゃなくてそのまま友杉選手行った方が良かったんじゃないかと、そんな声も聞かれましたけれども、今年は村松選手が大きく躍進しています。本職のセカンドからショートに本格的に、コンバートという形になりましたけれども、守備も安定している印象ですし、何よりバッティングが大きく開花しています。ここまで31試合の出場でなんと3割5分9厘、出塁率が4割1分2厘、OPS が836と、昨年から大幅な打撃成績の向上となっています。中日はなかなかショートのレギュラーが確定できないというシーズンが続いているわけなんですけれども、村松選手がこのままショートに定着して、守備でもバッティングでも、いい結果を残してくれるということになりますと、中日としては、一つ野手の軸が固まりますので、かなり大きな存在になると思いますし、順位も上がっていくと思います。では続いてドラフト当日に立浪監督が指名を決めた選手、こちらについても見ていきましょう。立浪監督が田中幹也選手の指名を決めたという背景があります。難病を経験したこともありまして、当日はドラフト6位まで、来ても指名がなかったという状況でした。立浪監督は実際にこの田中選手のプレーを視察していて、守備面はもちろんなんですけれども、バッティングのつなぎの面、ここをとても高く評価して、そしてドラフト当日田中幹也選手が残っているという中で、立浪監督の行きましょうの一言で指名が決定したという流れになっています。打撃面ではややここまで苦戦はしていましたけれども、5月14日の試合では猛打賞も記録しましたし、守備面ではやっぱりファインプレーなんかも含めて、さすがの動きっていうのがずっと見られています。
もちろんこのままセカンドのレギュラーとして定着して、まあ、バッティングで言うと、まあ、大体打率2割中盤から後半ぐらいで、まあ、OBS も 0.6 を超えて、そして盗塁も まずまずできるようになると、そして、まあ、抜群の守備がありますし、これぐらいの成績が残せるようになると、ショート村松、セカンド田中と、この二遊間の若い選手2人がレギュラーをがっちり掴むということで、まあ、ここから中日しばらく二遊間安泰なんじゃないかと、まあ、そういった形を作ることができます。まあ、万が一体力面とか、まあ、そのあたりもそうですし、バッティングがちょっと苦しい状況が続くなということになったとしても、まあ、一度バックアップに回って守備走塁要員として使うことができると、まあ、こういった形でも幅広く起用できる選手なので、まあ、本当に貴重な存在ですし、ドラフト6位で指名したっていうのは相当大きな獲得になったと思います。まあ、中日はなかなか盗塁数が増やせない、まあ、今年もワーストの数値となってしまっているわけなんですけれども、ここで田中選手の盗塁が増えていくと、まあ、中日としてはさらに得点力も上がってくるかなというふうに期待したいと思います。では続いて立浪監督がドラフト1位指名を決めた選手、こちらについても見ていきたいと思います。YouTube を見て立浪監督が1位指名を決めたというのがこの中地投手です。立浪監督は6月か7月くらいにたまたま YouTube を見ていて、すごいいい投手だなと、それが指名のきっかけだったというふうに振り返っています。ピッチングの技術的なところで言うと、軸がしっかりしていて、スライダーも腕の振りが強くてかなりキレがあると、加えてですね、マウンド度胸もとても高く評価して、普段の生活ではそんなに派手な性格のタイプではないけれども、マウンドに上がると、まあ、一変するような感じでマウンド度胸があると、このあたりも高く評価して1位指名を立浪監督が決断したというような情報が出ています。中地投手もまあどちらかというと、まあ、全体的に競合1位指名というような感じではなくて、中日としては、まあ、ある程度競合を避けるためであったり、まずは立浪監督が獲得したいと、まあ、そういった背景があったからこそ1位指名した投手ということは間違いないと思います。まあ、ただ情報によると外れ1位で中地投手を指名しようとしていたと、まあ、そんな球団もあったようで、単独の1位指名ができてよかったなと、まあ、そういった選手に育ってほしいなというふうに期待します。まあ、現状2軍でも少しずつ調子を上げてきているような状況で、まあ、前回登板でも7回1失点と好投を見せましたので、1軍昇格もまあそろそろ近くなってきたのかなという感じですね。まあ、2軍開幕からちょっと大量失点してしまう試合なんかもありましたけれども、まあ、全体的にトータルで言うと大体まあ6回2失点ないしはまあ7回3失点とか、まあ、これぐらいの感じでまとまっているという印象で、圧倒的なピッチングが2軍でできているというわけではないですけれども、全体的にまずまず安定していると。ここまで7試合で 3.46、 被打率が2割7分5厘、 WHIP1 イニングあたりに出したランナーが 1.33 という数値で、まあ、ちょっと被打率は高めですけれども、まとめていくと、そんなピッチングですね。やっぱり中地投手はコントロールなのか変化球なのかストレートなのか、まあ、何か武器に加えて2軍レベルであれば不調であっても、まあ、7回1失点2失点ぐらいには抑えられる、防御率でいうと、まあ、1点台ぐらいには抑えられると、まあ、そういったピッチングを期待していきたいと思います。以上です。